低金星は中華民国の軍人、北京政府国民軍に属した、表玉省配下のご古将の一人とされることがある。原名はカトール、ジワブリドー幼年期は私塾に学び、その後は農業、漢方薬製造、わらじ編みなど様々な職業を返歴している。1900年、遠征前の新しい権力軍に加入した。その後、 1907年に東北に赴任して大官となり、この時に兵玉将と知り合い、義兄弟のちぎりを結んだ。侵害革命後に艦隊に昇進している。民国時代に入ると、騎兵団団長、水園第一根性旅旅長などの地位に就いた。1924年10月の北京政変にも参与している。国民軍が結成されると、 国民軍第一軍第三志士長に任命された。1926年、兵局省の部隊の総参参となる。同年4月、国民軍が他の北洋軍に圧迫されて、北京から撤退した後には、定金星は東寺軍第一軍軍長に任ぜられた。そして、南口大戦において、国民軍圧倒的不利の状況の中、他の北洋軍を相手に前線している。 9月の五元受刑死後には、河南省で国民革命軍第二集団軍第六軍軍長に任命された。1928年の中国国民党の北伐では、劉鎮下が率いる第二集団軍第二祖地副総指揮に任命され、山東省に進軍した。しかし、同年5月、山東省総研で部下の市長である。 共鳴玉に反逆されて捕らえられ、三等賞を支配していた、長創省に引き渡されてしまった。同年11月6日、長創省の命令により、低金星は災難で重殺に処された。去年50、なお長創省は1932年9月に、低金星の王である、定次主義に災難駅で殺害されている。ありがとうございます。